で、まあ、そろそろじゃあ前半のお便りですね。はい。メールお願いします。お願いします。はい。女性の方からいただいています。はい。私は27歳の女性で、現在、地方公務員をしています。おお。社会に出て何度か異性との恋愛を経験しました。はい。どの男性も基本優しくていい人で、付き合いたての頃は楽しいのですが、そのうちに何か物足りなさを感じます。私は音楽や映画が好きなのですが、それらを味わっていると、彼氏がいるのにもかかわらず、なぜかまた新しい異性と巡り合いたくなってしまうのです。特にロックミュージックを聴いたり、トレインスポッティングのような映画を見ると、今の彼ではない、ちょっと教養があって危なっかしい誰かを私の心が求めてしまいます。なるほど。はい。彼氏がいるのにいけないことだと分かっています。たまにそんないけない気持ちにしてくる音楽や映画は、けがわらしく思えてくるのですが、それと同じぐらい文化に接するのはとても居心地がいいです。私の心は異常なのでしょうか。ちなみに、IWGP だと誠がタイプです。ということで。まあ、ありがとうございます。でもあのさ、それさ、当たり前なんじゃない？ですよね。みんな、そういうのを見て、いや、今よりいい生活がないかとか、素敵な彼だったり、彼女だったりができないかって探すもんね。うん、なので、打ち止めになるまで頑張ればいいんじゃない？うん、まあ、この人かって、手を打つ人が出るかもしれないじゃん。うん、でも全然なんか今の話を聞いて、いけないことであるとか、映画を呪うとかおかしいと思うんだけど。これ逆よりは個人的にいいと思うんですけどね。やっぱりその今の、つまり、そのトレインスポッティング出てくるなんかぶっ飛んだ人が逆に彼氏とかだったら、こうジェットコースターみたいで良さそうな気するけど、そうするとまあ。ただトレインスポッティングの場合はさ、ドラッグがめちゃめちゃ出てくるから。そうそう、いや、だから本当にやばいですよね。だからそういう意味でやばいんですけど、いわゆるそのなんかちょっとね、危険な香りがするぐらいって、まあ男性も女性も憧れあるかもしれない。それが逆通になっちゃうと、いわゆる普通の人って、とまあ、あんまドキドキはないかもしれないけど、やっぱりないものねだり、そっちの方がなんか最終的にはね、まあ、いいのかなって個人的には思ったりするので。いや、僕はもう全然問題ないと思うんで、ね、落ち着くまでいろいろ試してみなよ。ライカローリングストーンですよ。なんか昨日テレビ見てたら、22歳の女の子が知ったんですけど、漫画とかそのアニメとか見てても全然キュンキュンしないし、彼氏とかいても超めんどくさいからいらないとか言っててあ、そういう考えなのかな最近の子はって言って。でも22歳だからじゃない。あ、なるほどなるほど。要するに子供なんだよね、まだ。30歳ぐらいになれば気がつくんじゃない。また私の見てる漫画映画もどうなのかっていうところもあるよね。キュンキュンしない漫画と映画見てるだけじゃないみたいな。いや、でも最近の漫画あんまキュンキュンしないかもな。あんま美しい映画ないしな、少女漫画で見てると。そういう意味ではこの女性はね、なんかそういう文化、カルチャーに触れて、そういうなんか心のなんでしょう。うん、そうだよね。動きみたいのが常にあるっていうのはなんか素敵だなと思う。ちょっと羨ましいよね、ある意味。いや、全然いいと思うけどね。ただ、それが公務員ってところがいいよね。堅い仕事してんのに。だからやっぱりなんかあるんですよ、そういう人間って。いいじゃん。なんかギャップというか両極ですよね、二面性。そう、なんかちょっと激しそうだしね。うん、うん、素敵。楽しいと思うけどね、お付き合いしたら。うん、じゃあ全然もう こんな感じで。いや、だからさ、無理だって。そうなるのは自分のなんていうかな、地だから、自分の素質自体がそういうものに燃えるタイプなんだから。ここはもう努力するとか防ぐとか無理ですね。無理無理無理、はい、でその中で何度か痛い目に遭いながら、で最後にこういう人だ、これでいいんだって言って。逆にさ、公務員で彼女はしっかり低収入があるんだから、劇団員とか売れないミュージシャンみたいな子を育ててあげるのもいいじゃん。本当ですよね。回答の。素敵ですね、それも。うん、もう頑張ってほしいね。はい。自由に恋愛をしてほしい。はい、いや、本当そうです。もう全然反省する必要ないと思いますね。はい。ある意味羨ましいです。はい。いや、本当。ではまた。はい。では、続きをどうぞ。